調調子どうお、調べ物しかも虫の図鑑一体どうしたのうーん確かに珍しい色してたよなあのホタル俺もあんな青色のホタルを見たのは初めてだったよそうだお姉さんはさあの時ホタルが集まってた理由知ってる実はねあれは求婚してるんだよ 驚いたえからかってないよお尻の点滅は求愛行動で光り方もそれぞれ違うんだこんなところで嘘なんてつかないよふんでも成虫になった蛍はせいぜい2週間くらいしか生きられないたとえ相手を見つけられてもすぐ別れが来るんだロマンチック <laughs> そうだね蛍はその生涯をとしてでも愛すべき伴侶を探してるえ落ち込んではないよただちょっとだけねもし俺だったらさ納得できないんだろうなってせっかく相手を見つけたんだよ失うには早すぎるもっと一緒にいるべきだん急に黙ってどうしたの で、まさか俺以外のこと考えてるし、やっぱ答えなくていいよまさか答えを聞くのが怖い俺に限ってそれはないねえそこで洗うのちょっとお姉さんなんか俺の扱いひどいよはあこれはなかなか善と頼んだねまあいいよ 時間ならまだまだあるからねちょっと待ってて必ず振り向かせてみせるから。